国立科学博物館筑波実験植物園は、日本茨城県筑波市アメクホ4丁目一番地1に、ある植物の研究機関である。通称、筑波植物園。敷地面積14ヘクタール。水ひなげしくれマチスミセスチャンリー筑波、研究学園都市内、筑波大学に近接した地に設置されている、実験植物園である。 日本国立科学博物館の一研究部門として、日本の先駆的な植物の研究を行う研究機関の一つであり、一般向けの教育を提供する機関でもある。1976年5月に設置、1983年10月開園。近年は約5000種の日本国内外の植物を温帯地域から熱帯地域に至るまで世界中から集めており、 特に中日本のイカンタバ植物、東アジアのシダ、ソテツ、サトイモ類、南アメリカの卵化植物を重点的に収集している。屋外の植生区画は以下の9つがある。上緑紅葉樹林区画温帯性新葉樹林、区画暖温帯落葉紅葉樹林区画冷温帯、落葉紅葉樹林区画低木林、区画され基地植物区画産地草原区画岩歴地、 植物区画水生植物区画また3つの温室を有する。サバンナ温室熱帯より温室水生植物温室2007年より同園では植物分類学分野の8人の研究者を支援している。彼らは染色体の数と形状を決定する細胞分類学 DNA シークエンシングに基づく分子生物学二次代謝物質を使った化学分類学 派生システムと土壌学に基づく植物形態学の研究を行っている遠隔筑波実験植物園2010年6月12日閲覧ありがとうございます。